優勝戦は通り状況となりまして、日頃から果敢に波風に立ち向かっている6選手によるファイナルバトルとなりました。第12レース優勝戦対戦メンバーです。1号艇渡辺武郎、2号艇佐田翔平、3号艇渡辺豊、4号艇渡辺義蘭、5号艇森崎優太、6号艇奥平達也、以上6選手です。銀線1号艇渡辺武郎、伸び足は正規切れオール3連隊行動部位で満場襲名へ。2号艇佐田翔平、昨日は連勝、準備は見事な逆転でした。3号艇、3号艇渡辺豊、今世中から1人の A 番でした。こちらの意地見せますか。フレンチテイク4コースから4号艇若林ジュラン、色が期待のフレッシュ向き、ラッキーエース急成長です。5コース5号艇森崎優太、一足強力、冷静の裁きがかかります。オートドロップコース6号艇奥平拓也、色川3着連続での輸出となりました。現在南風が6メートル、川の流れは下潮50センチ、ホーム側強めの追い風、追い潮のコンディションです。2号艇、佐野と4号艇、若林はデビュー初優勝がかかる一戦となりました。スタートまでは10秒切ります。第12レース優勝戦。チーム体系、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ありがとうございます。江戸川町でご覧いたしました。優勝戦をしました。はい、ありがとうございます。今日穏やかですね、割とね、江戸川にしてはね、水面穏やかな江戸川。昨日はね、安定板つけて周回短縮でやりましたけど、ね、今日は穏やかなお日寄りでした。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。久永君勝ちました。デビュー初優勝おめでとうございます。はい、いつもありがとうございました。ありがとうございます。江戸川町でしたら応援しました。ありがとうございました。